傷ついたんで、転移なしで審査腹腔で全て陰性だったということで胃の全摘術を受けました。術後の抗がん剤治療ステージ 3C で、スキルス胃がんかそうでない胃がんで術後の方針治療方針が違いがあるのでしょうかというような質問、これ単独で回答しますか。とかあとはですね、次の質問があるんですね、はい、腫瘍マーカー感じですね、これか、あこれですね、はい、スキルス胃がんの食道胃、切望胃がんで、術前産腔の抗がん剤治療のあと、まあ、即する方ですね、手術して食道アゼン的と依然的で T4A のリンパ遠隔転移なしのステージ 2B と、昨年2月より術後抗がん剤としては TSA 単独を行いましたけども、現在4クールで、休薬中で、CT 検査で造影で、まあ、異常なしでしたけども、腫瘍マーカーが診察の都度に、上昇して気になると、腫瞘マーカー CA が 10.3 が 13.5 まで上がって CA99 が17から 22.3 まで上がった、こういった場合は現状どうやって理解すればいいのかというようなことで、TS1 単体でもいいのか、画像からあらで対応するしかないのかというような質問です。このまずこのスキルス胃がんかそうではない胃がんで術後の治療方針に違いがありますかということなんですけれど、スキルス胃がんだけに効く治療というのがもうあれば一般なんですけど、実はまだスキルス胃がんだけに、いい治療っていうのが僕ら見つけられてないといえば見つけられてない、ので、この回答へのこの質問への答えとしては、まあ、術後の治療方針に差がないっていうことになると思いますけど、いいですか、ね、はい、いいと思います、ですか、ね、もう一個もこれ腫瘍マーカー、これはもう本当に悩みなんですけど、僕ら多分腫瘍マーカー、在来でお話しして腫瘍マーカーがちょっとずつ上がってきた感じの説明って結構困っちゃうんですけど、まあ一番なんですかね、できる場の質問は数字にとらわれるなっていう感じなんですけど、まあでも出た数字ってやっぱ絶対気になるので悩ましいと思うんですけれど、まあただですね、この患者さんの場合はこれ CA が10から13ですかね、で CA19 の9がこれ17から22で、この数字は誤差の範囲っていうとちょっと失礼なんですけど、これらの数字ってもう元高い時1000とか1万とか10万とかどんどん上がっていくので、この程度だとちょっと我慢っていう感じなんですね。でちょっと我慢って感じはなかなか僕ら外来でお話しても伝わらないというかですね、まあ、ちょっと先生我慢とかって言ってるけど何言ってんだとかって思ったりすると思いますし、結構難しいですよねこれね。そうですね、気にするなとかって言い方もあるんですけど、気にするなとかって言われても困っちゃうっていう感じだと思うんですけど、ですか、はい、先生、多分腫瘍マーカーってすごく皆さん気になっていて、それで血液検査を受けて診察室に行った時に先生が、まあ、腫瘍マーカーちょっと上がってるけどまあいいかみたいな言い方をされると、何がまあいいんだろうっていうふうに思って、でやっぱりちょっとでも増えるとか下がるってことに一喜一憂するっていう経験を私もしてるんですね。でそうするとまあこれぐらいの例えば緩やかになんかドーンって上がるんじゃなくて、緩やかに上がっていったり下がっていったりしてるときは経過を見ているとか、でもだらだら上がっていくときには先生たちはこれはと思ってたりで、あと腫瘍マーカーが必ずしも自分たちの症状と正比例してないっていうタイプあるじゃないですか。それで私ぜひ伺いたかったのは、先生方その抗がん剤をやった先生方がそのこれはもう次の抗がん剤に切り替えた方がいいなって思う時、それはどういう時なんですか。やっぱり患者からするとこの腫瘍マーカーがものすごく気になっちゃうんです。でそこをちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、やっぱ画像なんですね。一番は CT で悪くなってるのがはっきりしてれば変えます。ただもう一個大事なのは症状ですね。特にスキルスタイプの胃がんって CT で見ても悪くなったかちょっと分かりづらいんですね。分かりづらくて症状食べれなくなったとか、一番難しいのは CT で見てもあんまり変化ないけどどんどん痩せていくんですっていう時が一番悩みますね。あと腫瘍マーカーは10が11はあまり気にしないでって思ってますけど、10が100とか10が1000だった時はどっか気づいてないとかに病気があるかもっていうふうに思ってます。はい、僕からの回答ですが、
CA19 は、ま、CA19 は大した値ではないので気にすることはないと。CA は確かに気になりますが、再発が決定的とは言えないと。再発予防としての、術後補助化学療法というのは目に見えるがんが残っておらず、術後6週間以内に抗がん剤を6ヶ月から12ヶ月継続したら、まあ、5から10% ぐらいの再発率が下がるというふうにされています。しかし重要なことは、これは患者集団としてのメリットを分かっているわけであって、個人個人では全く分からないということです。で、今回の場合ですけども、術後補助化学療法をやっているので、従来の術後補助化学療法の、臨床試験の結果をそのまま当てはめられないと。さらにステージも、病理診断前のステージであれば抗がん剤治療前の、ステージはもっと進んでいたかもしれないと。で、再発が確定的な時にはまあさらなる強い抗がん剤を始めるとその、効果あるいはいつ薬をやめるべきかということがですね判断できない判断材料がなくなるんですね。ちゃんとしたそういうふうな証拠がないと。つまり、証拠がないときに、まあ、抗がん剤治療を切り替えると、その後どうすればいいか分からなくなると。で、もし再発しないとしたら、その抗がん剤は確実に寿命を短くするような、まあ、毒性を発揮することになるので、まあ、基本的にこういう状態から抗がん剤を切り替えるというのは、あんまり望ましくないと思いますし、まあ、CAH 値は CA99 よりかは、まあ、どっちかというと信頼性高いんですけども、現実の臨床ではですね、まあ、10とか20ぐらいでも結局その後また下がってきてから再発しないというケースもあったりするんですね。したがって、腫瘍マーカー自体に関してはですね、検査を前倒しするための材料として考えることが多いです。で先ほど浜本先が言いましたように、あとは症状は非常に重要で、体重減少、食欲低下、あるいは腹痛とか便通異常、そちらの方の、総合的な判断で、検査を前倒ししてやるか、あるいは、もう次進行したら、例えば、腸閉塞でからどうでもこれもならんという状況であれば、切り替えるということがあるかもしれません。まあ、ケースバイケースではあります。ですかね。大丈夫ですかね。なんか、いいですかね。あの、腫瘍マーカーで、ちなみにスキルス胃がんって実は結構上がらないんですね。CEA があんまり上がらなくて、あの、上がったらちょっと嫌な感じはするんですけど、この10とか20ぐらいのことが多いですね。ただ CA19-9 はスキルス胃がんでもどんとちょっと高めの方がいらっしゃいますね。いらっしゃいます。という感じで、まあ目安にはする。総合的な判断なんですね、結局は。総合的な判断。結構煮え切らない意見、煮え切らない話を患者さんに僕らだからしたりとかして、ちょっと待ってくださいとか、もうちょっと待ちましょうとか。あとはあの平均点ですね。平均点で、この薬は6ヶ月間ぐらいだいたい効く薬が、1ヶ月ぐらいで多少ちょっとマーカー上がっても、もうちょっと待てるって判断したりするとか。そうですね、もう指数関数的に上がるんだったらちょっと考えますけども、多少上下するというのはもうよくあることであって、で腫瘍内科の人にはですね、人の中には患者さんに腫瘍マーカーを教えないという人もいます。なぜかというと、もう結構判断に苦しんでから振り回されるので、もう教えない方がマシだというふうに言う先生はいますね。結局ね、それは腫瘍マーカー自体がですね、やっぱり自分たちもかなり総合的に判断してから考えるので、そこに患者さんがですね、その数字が一人歩きするんですよね。で、これはですね、自分の食道がんの患者さんも SCC って値が、まあ、高いんですけども、すでに治って10年経ってるのに、未だにこの前はそのちょっと基準治療が 0.1 高かったと言ってから一生懸命悩んでるんですよ。そうすると教えたことがかえってこの人の人生をちょっと、かわいそうなことにしちゃったかなと思った経験がありました。僕はもう全部数字渡してグラフにして渡させてますけどね。今のことなんですけど、やっぱり多分診察室で診断を受けてる側からしたら、その1上がろうが2上がろうが上がったってことはとてもショックだと思うんですけど、だからそれを先生方が知っていただいて、ちょっと上がってるようだけど、それはそんなに気にしなくていいっていうのが、だからまた煮え切らない感じになっちゃうのかもしれませんけど、重要なのはやっぱり症状とか、それから画像だから、こういうことが続いたら少し早めに画像診断しようねっていうふうに言っていただけると、きっと安心できるのかなと思います。私は貧血みたいなことも、なんかちょっと貧血だけどまあいいねって言われた、その貧血っていう言葉に振り回されて、ほうれん草ばっかり食べさせようとしたこともあるぐらい、多分受ける側はすごく数字に振り回されちゃうんですね。だからそこをぜひ言っていただけると。治療医としてはですね、その患者さんのキャラクターにかなり配慮してから説明内容を変えます。もうこの人に腫瘍マーカーが言ったらもうノイローゼになるから、もう、ほどほどですね、今回はというような感じで説明することもあります。